V ロード第9節1戦目福岡。バッターボックスは4番岡本。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトになっています。ナイスボールですね。いや素晴らしい球ですよね。ワンボールツーストライクです。これはセカンド山田抑えて一塁アウトでスリーアウトチェンジです。打席には3番バッター坂本。まあ大きく差が開いてますけど、どんどん点を取りに行く姿勢でいってほしいですね。いいところへ決めてきます。ストライクです。2球目打ちました。セカンドうまくさばいてアウト。ワンアウト。これは進塁打になりました。ワンアウトランナー三塁。バッターボックス吉川。今日はまだ当たりがありません。ツーアウトランナーありません。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。次が3球目インサイド落ちました。センターに抜けました。ツーアウトランナー一塁。今日は見事な完封で白星を。